はい、こんばんは、マドマゼルホノです。今日はかねてからお約束のこのドラゴンボールドンジャーの役の構成についてアップしてまいりますので、よろしくお願いします。ではですね、まずねパイのデザインの一覧から見ていきましょう。左上、超サイヤ人3個、身勝手の極意3個、これ全部同じ悟空で6個でみなします。絵柄が違うけど悟空として。そしてベジータも2種類、超サイヤ人3個と進化した3個、これもベジータとして、パイのデザインは違いますけどもベジータとしてみなしていきます。そしてトランクスが6個、ご飯が6個、ベジットが6個、ピッコロが6個、クリリンが6個、ローリーが6個、フリーザが6個、ジレンが6個、ゴジータが6個、ウィルスが6個、ヒットが6個、そしてオールマイティが3個。予備シルバーは多分使わないと思います。3個入っているようでございます。それでは役一覧見ていきましょう。最強タッグセット、これが悟空が6個とベジータが3個、または悟空が3個とベジータ6個で構成されて72万ジャラです。そして、バーサスジレンセット、これはジレンと悟空とベジータの3種で構成されて60万ジャラ。バーサスブローリーセット、これはブローリーとゴジータとフリーザの3種で構成して60万ジャラ。力の大会セット、これは悟空とジレンとヒットベジータのいずれか3種で構成されて50万ジャラ。破壊神ビルスセット、ビルスと悟空ベジータ、悟空もベジータも超サイヤ人限定ですね。このバージョン限定、またはご飯、ピッコロ、クリリンのいずれか2種で構成されて42万ジャラ。フリーザセット、フリーザと悟空、ベジータいずれも超サイヤ人限定バージョン、またはご飯、ピッコロ、クリーンのいずれか2種で構成して、フリーザセットは42万ジャラ。そして、こちらが歴代ライバルセット、これも、ビルスとジレンとヒットフリーザブルーのいずれか3種で構成して36万ジャラ。殺し屋ヒットセット、これはヒットと悟空と同キャラの3種で構成、これは特に超サイヤ人縛りはないですね。で30万ジャラ。そして、未来トランクスセット、これはトランクスとベジットと、同キャラクター3個フリーで30万ジャラ。師匠と弟子セット、これはご飯とピッコロと同キャラクター3種で構成して30万ジャラ。続いて、亀川柳セット、これは、悟空とクリリンと同キャラセットの3種で構成して30万ジャラ。合体戦士セットはゴジータとベジットと同キャラクターの3種で構成して30万ジャラ。親子セット、これもサイヤ人縛りはないですね。悟空とご飯、
またはベジータとトランクスの親子の組み合わせプラス同キャラクターの3種で構成して親子セットで30万ジャラ、第7宇宙セット、悟空とベジータ、ゴハン、ピッコロ、クリリン、フリーザ、ビルスのいずれか3種で構成して24万ジャラ、サイヤ人セット、悟空、ベジータ、ゴハン、トランクス、ベジット、ベジータ、ブローニのいずれか3種で構成して24万ジャラ。一番多いのはこのね、下のハチャメチャスーパーバトルセットっていうのが多いと思うんですね。別々の3つのキャラクターを3セットで集めた構成で12万ジャラ。これが一番作りやすいかと思います。そして、最後7つのドラゴンボールセット、ドラゴンボールマークのついた7つのパイプラス同キャラクター、2個で構成して無条件で完全勝利。これなんですよ、なんか無限大で、なんかジャガーも来てないですね。はい、ということで、まあ、たくさん遊べる、ね、このゲームのようでございますが、まあ、主にはドンジャーかドラゴンボールスーパードンジャーで遊ぶと楽しいのでございますので、取扱説明書なんかも見ながら、行っていただくといいと思います。Amazon で購入したり、またフリマーケットアプリで購入したりできそうですね。はい、ということで今日は、ドラゴンボールスーパードンジャーの役の構成についての動画を予告通りアップしてまいりました。マドモアゼル本郷でした。それでは皆さん、またごきげんよう。 See you again next stage.